先制1対0。ただいまの得点シーン、奪ってからが早かったですね。いかがですか。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね、はい、それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたよね。そうですね、さあポルトガル先制ゴールを決めました。1対0。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。そうですね、ポルトガルがこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。立ち上がりからキープできていましたし、入り方も良かったですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。絶好の位置で受ける、サイドを使う、これはどうやらオフサイドのようです。アブバカル、ムアエンジ、ベディモ、アブバカル、ダニー、味方を走らせる、エケングエケング、ムアエンジ、無感情、自分で行く、また中央へ、サイドを縦に走らせます。もういい形ですよ。抜けてくる、中で味方の選手が待っている、クリスティアーノ・ロナウド、ゴールのとこのパス、サイドへ味方を走らせますが、これは合いません。エンビア、ムアエンジ、チュポモティング、アブバカルから左へ、ポルトガルボール、さあ前線へスルーパスを出すと、取られてしまいましたね。飛び出しがちょっと早かったようです。ナニー、ギリギリのところでしたけどもね。マンチェク、サイドのスペースへ走らせる、チャンスだ、前線へ出す、足元のクロス、来た、決まった、追加点、ポルトガル、ポルトガル大きな追加点。ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール、北澤さんはどうご覧になりますか。いや、もらい方が良かったですよね。相手キーパーの見える位置でボールをもらい、シビアのタイミングで受けた割には冷静でしたよね。まあ、全体的に相手のバックスも対応遅れましたからね。ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。今日2点目のゴールです。さあポルトガル着実に得点を重ねていきます。2対0。ポルトガルとしては 2-0 リードは大きいですよね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができてるってことなんじゃないかなと思いますね。裏へチップ、ここで受ける、決めた、カメルーン、前半終了の直前、
相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。さあカメルーン、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。裏に味方を走らせる。スペースへ出す。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。前半を終え2対1。しかし北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。ですけどまだ 2-1 ですから、お互いに気の抜けない点差ではありますよね、はい、次の1点がこの試合のポイントになりますよ。なるほど。ポルトガルとしてはこのまま引き離したいところでしょうが、失点もありましたからね、まだまだ安心できないところでしょうね。ポルトガルが2対1でリード、前半を折り返します。ではセカンドハーフ見ていきましょう。裏へのスルーパス、エンビア、これはよく戻りました。チュポモティング、アブバカル、ベディモ、チュポモティング、一気に縦へのアーチ、ここは読んでいました。シェジュ、エンビア、縦にボールをつないでいきます。エケングエケング、ベディマ、ここ来ましたよ。左サイドを上がっていきます。どうする、本日2ゴール。さあハットトリックまであと1点です。スペースへ出す。味方を走らせる。サイドですね。エンクル、シェジュ、エンビア、エケングエケング、マンジェク、スルーパスを出す。もう一つ前に行きたい。撫でるようなボールタッチ。来た。シュート。ルーズボール。さあ左サイドへ。右側から上がっていくか。エンビア。シェジュ。エンクル。奪われると危険な位置。シェジュ、チャンスだ。エンクル、もらいましょう。ボールを追いかけるクリスティアーノ・ロナウド、裏に味方を走らせる。マンジェク、ムカンジョ、ムアエンジ、カメルーンなかなか敵陣に入れません。さあナニエ、さあここでカウンター、仕掛けるタイミングを図るポルトガル、枚数いる、中につなぎたい、決めたポルトガル、追加点が決まりました。これで差は2点。バックスの間を打ったシュート、見事ネットに突き刺さりました。いや、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりは見事でしたね。素晴らしいハットトリックです。
さあポルトガル2点差にリードを広げてリスタートです。ポルトガルとしてはまあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。裏へのスルーパス、このボールに触ります。クリスティアーノ・ロナウド、少し出ましたね。マンジェク、無感情、エケングエケング、エンビア、チュポモティング、アブバカル、ムアエンジ、ラテを使います。ダニー、このボールに触ります。裏に味方を走らせる、無感情、コントロールできるか、抜けてくる、これは前には行かせません。エケングエケング、オフサイドか。カメルーンは選手を変えるようです。手元の時計3分を切っている状況。シェジュ、エンビア、クリスティアーノ・ロナウド、サイドへ味方を走らせますが、これは合いません。無感情、この試合ですでにアシストを記録しています。自分で行く、左サイドのドリブル、無感情、レフリー試合終了のホイッスル、3対1ポルトガル勝利を収めました。これでグループリーグの成績は1勝1敗となります。さあ北澤さん、今日のゲームどうでしたか。ポルトガルとしてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。はい、そうですね。さあ放送時間もなくなってまいりました。